はい、速稼塾の久保でございます。暗号通貨今全般的に値段を下げていて回復の兆しが見えないですよね。まあこういう時にすることって何だと思います？それは損切りなんでしょうか？いや私はね、購入するかしないかを決めることだと思いますよ。値段が下がってるわけですから。だって安い時に買って高い時に売らなければ儲からないのに、なぜかね、高くなっている時に買って安くなりつつある時にはなかなかね、資金をプラスアルファしようと思わないでしょ。でもお金を儲けてる人って安くなったら買う、高くなったら売る、これを繰り返してるだけですからね。そしてビットコインは700万円ぐらいにつけましたけども、高くなったから売るっていう流れを利確して富を増やしたいお金持ちがやるから値段が下がったんじゃないですかね、だからね、700万で売った人って700万で買ってないはずなんですよ。当たり前ですけども、でもお金を失う人って700万ぐらいで買ってるんですよね。もっと言ったら500万とか600万みたいなところで買ってるんですよ。高値掴みってやつですよね。でもお金を増やす人って、まあ、500万円とか600万円で買わないですからね。去年私盛んに100万円以上になったらもうビットコインは買えないよっていうふうに言いました。覚えてる方もいらっしゃると思いますけども、そこなんですよ。100万円以下で買ってる人が今売却をね、成功させて売り抜けているのか、利確をしているのか、そして今こうやってちょっと値段が下がった時にどうしようかな、追加しようかな、しまいかなって思うわけなんですよ。ただやっぱり100万円以下で取得単価を決めてる人は今の価格ですらもう高いですよね。だからプラスアルファで買おうってなかなか思わないと思います。逆にですね、5、600万、700万で買った人、なんで今買わないんですかってことですよね。だから整合性取れてないんです。ちんぷんかんぷんなんですよ。だから買いませってわけではないですけども、自分の買いと売りのスタンスがまるで違うってことに気づかなければカモになる一方だと思います。そしてカモになる人が多ければ暗号通貨市場ってのはね、もう高値をつけないんですよ。痛い目を見て資金がなくなっちゃって暗号通貨の市場から撤退するっていう方が増えると値段下がるじゃないですか、出来高が上がらないから。だから基本的にはね、勝つ人が増え続けてほしいなと思うんですよ。で今暗号通貨で勝ってる人っての割合どのくらいいるか分かりませんけども、仮にね 10% ぐらいの人が勝ち越してるとしましょう。この 10% が来年には 15% なり、再来年には 20% なりって形でどん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 ね、勝つ人が増えていく、緩やかに勝っていく人が増えていく流れだと市場は大きくなるんですけども、痛い目を見て退場する人がね多かったりね、安い時に買ったけども暴騰したんで売って終わりみたいな、これでもう暗号通貨の世界に入らないぞみたいなね、利確逃げをする人とかがいればこれは投機的なものになってしまって投資市場に出来上がっていかないんですよね。まあ、そういった前提ありますけども、今回はニュースを3つほどお話して終わっていこうかと思います。まず1つ目なんですけども、なんといってもイーサリアムです。イーサリアムの大型アップルグレードロンドンが7月15日実施時期が正式決定しました。イーサリアム財団は15日大型アップグレードロンドンの実施期間を正式に発表し、先週提案された通り8月3日から5日にメインネットでアクティベートする形となるということでございます。これ以前お話しましたね。そして2つ目のニュースなんですけども、リップルです。リップルは今ね60円を切るんじゃないかってところに来ちゃってますけども、リップル裁判に進展。裁判官が SEC 元長官への証言録取り立て、証言なんだこれ難しい感じつかないらしいですねまあ証言を取得申し立てを認めるということでございます。で XRP の有価証券問題をめぐる裁判で、裁判官は米 SEC のウィリアム前企業金融ディレクターに対する証言の取得申し立てを認めたということなんで進展があると思います。多分リップルに対していい、風が吹くってことはないと思いますけども、これからリップルは値段を下げる一方だというふうに私は考えています。返す返すあの価格で売り抜けた皆さん、本当におめでとうございます。私の売りがね、多分皆さんの売りにつながったのかと思いますけども、あそこがやっぱり行動の限界値ですよ。はい、3つ目、バイナンス仮想通貨3銘柄の上場廃止を発表しましたということですけども、バイナンスがね上場廃止した銘柄っていうのもなんか陰謀とかなんとかじゃなくってね、ただ取引額が少なかったからですよ。だって OST なんて聞いたことないですしね、 ORCN とかね、 WPR とかね、聞いたことないような通貨ばかりを上場停止しましたけども、まあ、それはねもう扱ってもしょうがないと思ったからなんですよ。さらにバイナンスは人気のあるコインだけを扱っていくようにどんどんねフォーカスしていくんじゃないですかね。ただバイナンスにつきましては結構ね、取り扱い注意ですよ。なかなか難しいと思いますよ。今回のニュースは以上ですね。あと他になんかないかな。ビットコイン
投資信託、まもなく訪れる大規模な売却解禁日の影響はということですけども、まあ特に影響ないんじゃないですか。じゃあ本日は以上です。